ただいまです。あ、ヨさんも会話をちょっと待って。あ、ボタニさん、お帰りなさい。ただいまです。すみません。大丈夫ですよ。戻ってきましたね。じゃあ、行きますか、急いで。あ、ぜひぜひ行きましょう。もうなんかすごい集まってるよ。コスプレの方、こちらです。皆さん。待って。二人いる。コスプレの方。ねえ、コスプレの方いっぱいいるな。めっちゃいっぱい。俺、ふちゃいるの見たのに。間に合うかしらね。どうだろうね、間に合うってことですか。よし、あ、ごめんなさい。コスプレです。はい、間に合いますよ、まだコスプレ大会。今からでも全然いいですよ。あ、大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。あ、江戸さん。江戸さん。助かりました。ありがとうございます、ありがとうございます。はやよや。失礼。あ、いた。車だ、ボタニーさん。はい。どうぞ。オープンカー似合いますね。お乗りください。お邪魔しますよ。ちょっと急いで行きましょう。竹山ごめん。わかりました。ちょっと待って。2回目のデパートだ。あ、デパートじゃなくてね、こっちの近い方に行きます。あ、そうだ、近いとこにもなんか服屋あるって白杉先生が言ってたな。ここがね、一番近いから、レギオンからここです。 ありがとうございます、教えていただいて。パン屋さんの向かいなの。あ、そうなんだ。パン屋さんそこです。あの、見えます？うん、行きました。パン屋さんは行きました、行きました。行ったんですけどね、歪みでオレンジジュース買えなかったんですよね。あ、そうなの、それは大変。さあ、服屋さんだ。そうです。で、こっちが、うん、ここがトップスかな。ここがトップス、帽子、ここがパンツって感じです。で、あとはあっちの方にメガネとか帽子があるかな。あ、メガネがあるんだ。靴はここ、あれ、靴はどこ。靴ここです、靴ここです。はい、って感じです。いやー、何を、そう、急がなくちゃ。何にしよう、何にしよう、どうしようかな。なんか、なんだろう、俺何が好きだったかな。ポケモンも好きだし、ドラゴンボールも好きだし。なんか私歩いてる気がするな、ここで。歩いてる、あれ、なんか私乗ってませんか。近いです、近いです。ボタニーさん、江戸さんに乗ったりしてません？めっちゃくしてますよ、これ。いいんですか。なんだったら今ちょっとあれですね、肩車勝手にしてましたね。肩車なんか初対面で肩車か、うん、初対面でなんかスカートの中に顔突っ込んだ状態になってた今。すいません、こんなことしてないですよ。どうしよう、これ何ボタン、 E ボタンかな。はい、 E ボタンだ。 E の筋肉ですね。 E の、いいの筋肉です。はい、あの六法全書を読むといろいろ用語が載っております。わ、はい、かりました。はい、愛読させていただきます。そう、それを読んでおくといろいろなんか共通言語みたいなのが学べます。わかりました。瞑想と歪みは覚えました、はい、瞑想、歪み、そうですね、うん、うんうん。何になろっかな、何になろっかな。まずちょっと頭とかから見るべきかな。髪型変えに行けばよかった、先に。もし髪型を、うんうん、そのキャラが決まってて髪型変えるぞってなったら、うん、ヘアセット先に行った方がいいんですよね、あの、登録するんだったら。あ、そうなんだ、うん、あ、でもまあその洋服決めてから髪の毛行ってもいいんですけど、あ、今 まだ何のコスプレをするか決めてないんで、ね、ちょっと私頭から見よう。頭かな、ここかな。あら、違う、どこだ、ここ、あったあったあった、あ、行けました。カッツ
マスク。ああ、いろいろありますね。そう、そういうのを見てから、あ、これいいかもみたいなのを決めて、髪型を決めるみたいな。ああ、いいですね。コスプレってサンタさんじゃダメかな。サンタさんはね、メリークロースさんっていうサンタさんの格好した女の子が存在しています。そうなんだ、それはいけないな。また別の何かを提供しなきゃ。どういいかな、本当なんでもありすぎて。そうなんですよね。何にしよう。それかわいいですね。なんかボタリンさんのつけてるやつみんなかわいい。俺グロいのしかつけてない。グロいのあります？これグロくないですか？ちょっとね、私の角度からだと見えないんだよね。すいません、ちょっと終わったら。あ、これ見れます？これ。ね、多分私よりも、私の正面向いてるところよりも前にいらっしゃるから、私の画角からだとちょっと見えないんですよね。あ、ありがとう。これで見えるかな？もうちょい私に近づいてもらえれば。わかった。それならいけるかも。オッケー。はい。ひどい。で、それもひどいですけどね。もう大体俺が着てるやつひどいんだよな。なんでそんなひどいやつばっかり出てくるか。あ、もうちょっと先か。なんでそんな変なのばっかり。なんかおかしいな。あれ、さっきのどっか行ったな。もうちょっと近い。何も考えつかない。あれ、終わっちゃった。終わった。あら、ボタリンさん、巨人のコスプレできそうですよ、これ。あー、確かに。さっきのえぐいやつがいい。この帽子普通にかわいい。あ、ほんとだ、いいですね、軍人っぽくて、ね、素敵。髪の毛がでも貫通しちゃうから髪型変えないと。どこなんだ、この辺かな。これです。これ。ああ、それね、リオンさんっていう方がその、あ、そうだよ。それを、残念。あの、常にそれです、リオンさんは。常にこれ。ちょっとマスクやめようかな。アンになろう。むず。そこから決めた方がいいかもしれないな。そうですね。まあ、これとかすごい好き。あ、いいじゃないですか。あ、お似合いですよ、めちゃくちゃ。海軍っぽいコスプレって言い張ろうかな。うん、いいと思います。よ、ちょっと俺もこれか、マスクって。そう。これはちょっと。巨人になるか、しょうがない。もう漫画とか私全然わからないんですよ、漫画とかアニメ。あ、そうなんだ、珍しい。なんか配信者さんってそういうのめちゃくちゃ好きなイメージある。配信者さんって何ですか？なんでしょうね、いっぱいね。うん。衛星社さんかな。衛星通信をされてる方？あ、そうですね。あ、違います。あ、すいません、ちょっと女性を勘違いしてしまいました。あの、モタリンモンドさんっていう配信者のお友達を知っている。え、どうしました？いや、なんでもないです、大丈夫。そうですか、よかったよかった。いや、まだちょっと時差ボケでボケボケなのかもしれないです。あ、どちらからいらしたんですか？あ、一応ね、日本なんですよ。江戸さん。そう、海外名なんですけどね、日本に会社を、そう備えているところの、まあ、金持ちのボンボンです。あ、そうなんだ。じゃあお洋服買ってもらおう。いや、もう縁切ってきちゃったんでね、お金ないんですよ、もう一文なしです。もったいない。あ、これ頭貫通しちゃうから、やっぱり髪の毛買いに行かなきゃダメだ。あ、お洋服。ね、トップスなんかあるかな。あれ、さっきの個人どこ行った？プスあるかな。巨人がどっか行った。え、持っとけよかったな、この辺か。待て、危ないぞ。怖いな。危ないぞ。どこ行った、さっきの巨人フェイス。あった、
あれか怖い。マリーンっぽいのあるかしら。いや、やっぱイケメンになろう。結婚式のコスプレしよう。わあ、ウェディングドレスとかあったらいいですね。そしたら、どうですか。ウェディングドレスがあれば、お揃いいけますよ。あ、ペアで。ドレスとタキシードで。そうそうそう。かっこいい。それいいですね。じゃあ結婚しますか、今日。結婚式じゃお願いし、あるかな。なんか白のロングのドレスがなんか前なくて。本当困ってたんですよね。これ T シャツベストなのかどれだどこだ。待って待って。T シャツ。ちょっと私今なんかはみ出て大変なことになってるからちょっと洋服が何が起こったんだ。これってクローズダウンってできます？アップじゃなくてクローズダウン。いやー、わかんないわかんない。クローズアップしたことないかも。これ塩ビかな。買っちゃおっかな。よくわかんないけど。私じゃあなんかウェディングっぽいの探します。キャッシュ。オッケー。キャッシュで買ってるの？カードじゃなくて。あ、カードで買えばよかったのか。いや、なんか現金そんなに持ってるのがすごいなと思ってなんか今日ヘラシギ兄さんに30万円ぐらいもらっちゃったんですよね。あ、そうなんだ。ヘラシギさんはね、街の優しいお兄さんだから。あー、これ全然タキシードじゃない。タキシードじゃない。やばいわ、ちょっとなんか丸出しみたいになっちゃうわ。タキシードかどうかが全体像で見えないからわからんな。まあ下は下で自分で合わせないといけないからね。多いですね。何にも変わらないな。元に戻してこよう。元に戻すところありますか？あ、お着替えのところがありますよ。左奥ぐらいですかね。左奥。今からやるんですか？あ、今ね、頑張っ、はい、え？マグナムさん？はい。え、顔も違くない？顔一緒ですよ。本当？髪の色と髪型が違うだけでそんな？はい、印象変わります。待って、そんな素晴らしいコスプレ。もう勝てない。ねえねえ、エドさん、私たち諦める？もうこれ無理じゃない？諦めよっか、ちょっと。これ見ちゃう、このクオリティ。ちょっと、ベジータ、今日ベジータ2人目だな。ねえ、ちょっと頑張りすぎじゃない？すごすぎない？僕いろいろ持ってますけど、これは使いませんよ、ね。今日、今からなんか生み出そうと思ってるんですけど、でももうやりすぎちゃって。やっぱりちょっと、でもちょっとその服本当にすごすぎる。エドさん、私たちどうする？もう全身タイツするしかなくない？全身タイツあるの？わかんないけど。あるんだったらそれでもいいけど。でも私たちは本当、お笑いで行くしかないわ。お笑いで行くか。ちょっと待って、マクドさんは何のコスプレですか？これスパイダーマンです。アベンジャーズ行きますよ、アベンジャーズ。アベンジャーズ合わせで。そう、なんかアベンジャーズ合わせの時さ、いたいた、確かに。アベンジャーズってちょっと調べてみよう。アベンジャーズ、ちょっと待って、知らないですか？アベンジャーズの女の人何でしたっけ、はい、緑の人。ブラックウィドウ。え、あれ緑の人、女の人さ、え、なんかさ、緑でさ、葉っぱみたいな、葉っぱみたいな女の人いませんでした？なんか半分半分人間で半分緑の葉っぱみたいな。これパスファインダーのスプレーいけないか。え、いなかった？それアベンジャーズじゃないかも。違いますね、多分。葉っぱ、葉っぱ、なんか草、草草みたいな。いや、知らないです。これでおかしいな。から、はい、え、アベンジャーズキャラクター紹介。はい、すいません、メイキング勝手に眺めちゃってます。あ、どうぞどうぞどうぞ、参加してくださいよ。 何系にしようかな。今からでもまだ、ま、25分それはあれですね、親愛なる隣人ですね。そうです。お、ニコちゃんの声が聞こえる。スパイディ。その真ん中の青い網の。アベンジャーズ合わせしました。アベンジャーズ。違いますか？そうですよ。それ履修してないから、その再現度がすごいのかどうかがわからない。ごめん。あ、そういうことね。違いますか、ね？あ、これ？じゃあ私髪型も変える。カードで買うか。何か？あれ、塩子さん、マグナムさんの声とか聞こえてないです？あ、聞こえてないですね。あ、じゃあ瞑想後の耳掃除ってしました？耳掃除しないと。
ラフランジュさんの声が聞こえてるから大丈夫だと油断してました。 あるんですよこの特定聞こえて聞こえないみたいな。なんで結局やっぱり声が聞こえても起きたら耳掃除と喉掃除はした方がいいですね。ああ、そうなんだ。そうですね。え、マグナムさん、ブラックウィドウの、はい、ああ、ブラックウィドウって黒の服ですね。あ、そうですよ、ブラックウィドウ。分かった。じゃあ髪の毛を私ちょっと自分のそのまま生かせばいいと思います。え、カットしてくるね。でも髪短いでしょ、この人。すごい、あのウィドウっぽい髪型ありましたよ。うん、髪切ってきます。じゃあ、おー、ちゃんと保存できるので髪型も、はい、こんな感じで、はい、ちょっと待って隊長が隊長隊長のコスプレと、あ、すまさん、バンダーマーのコスプレも、バンダーマーのコスプレ、いや、なんかね、これで優勝できるかな。 それはね、あのマグナムさんのモノマネ込みでいける気がする。マグナム全然似てない。マグナム、それは私のコスプレ。おい、お前、私のコスプレをして許されると思ってるのか。お父さんは何のコスプレされてるんですか。ラグランジュさん、すごい、してるんだけど、そう、すごいって今ちょっとかけました。かけてない、かけてないけど、あるブレるからね。笑わせないで、笑わせないで。あのスタイリッシュ。ちょっと私編集していきますね。じゃあ髪切ってくるわ。あと刺さる人が、あれ、ね、待って、あんまりいないかな。ブラックウィドウってさ、赤い髪、刺さる人少ないかな。え、待って、あのアイドル、アイドルの格好しよう。ねえねえ、違う場所行った方がいいかな、これ。違う場所行った方がいい。ちょっと人が、うん、ウィドウの格好、私のマグナムさん、服とかどうですかね。ブラックウィドウさ、金髪のショートと赤のロングがあるんだけど、これどっちですかね。なんか白い、赤のロングのイメージがありますね。赤のロングって白いスーツみたいな、はい、ボディースーツ着てるやつ。いや、黒も着てますよ、その時も。なるほど、はい、じゃあ赤毛にしてきます。私スカーレット・ヨハンソンのイメージが強いです。スカーレット・ヨハンソンブラックウィドウ行ってきます。はい、ショートじゃなくていいのか。ショートっていうかボブ。うん、いいと思いますよ。じゃあちょっと行ってくるね。じゃあエド君、はい、待ってて、私髪切ってきちゃうから。あ、わかった、俺はみ出てるけど、これでいいかな。そうそう、お時間もあれだから。あ、私帽子外してこ、帽子外さないとわかんない。帽子外して、優勝できる自信しかない。優勝できる自信しかないって聞こえた。すごいな、みんな。だってやろう、そしたらそしたら千代子さん、そしたら俺あれやるから。あ、これいいんじゃない。私多分で、そう、知ってる。これベストなのか、ベストじゃないよな。これが、あ、これか。の中で、あの、かなさんのあの格好、なんかあるかな、ロボットみたいなやつ。それみたいな感じで、あの、今青い、あ、この辺、あ、あのデパートに行った方がいいですかね。なんかここで着替えは大丈夫です。ただ髪型。髪切るとこどこだ？間に合えば。髪切るとこどこ？なんかこっちの方にあった気がするんだけど、なかったっけ？これだ。じゃあこれ、ここ違う？服屋だ。服屋の近く、あった、これだ。
ロングヘアって言ってた？なんかね、赤毛のロングだと白い服着てるんだよね。髪型から、今の髪型ではない、両側に下ろしている、両側にダウン、両側の、あ、これも違うね、前髪がないから。前髪がないんだけど、前髪がないんだけど、ブラックウィドウがわからない、これか。で、前髪ありますね、これも。前髪ありますね。ちょっと手を挙げた状態で見ましょう。髪が見えないから。マグナムさんのベジータすごかったな。マグナムさんだと思わなかったもん。これか、これだね。で、色を、あー、こうやって見ますか。赤すぎるかな。これ加賀さんの色だな。これかな。ちょっとオレンジっぽいんですよね。あ、これだ。ちょっと赤すぎるかな。こっちかな。これですね。メイクアップカラーはこれでいいですかね。口の色を変えましょう。あんまり色ついてないって感じですね。これかな。ないか、これでいいか。これで OK、 これでいいですね。 OK、 では帰りましょう、急いで。メガネを外しますか。
色はちょっと黒めなんだけど、いっか。ただいま。お帰りなさい。ちょっとメイクを変えてみ、うん、メイクじゃないや、髪色を変えてきた。ほんとだ、綺麗。どう？髪型も変えてみた。すごく綺麗だよ。ありがとう、江田さん。じゃあちょっと、うん、私のところにあるのがブラックウィドウが白い服着てるのよね。おお。俺は頑張ってパスファインダーを作ろうとしてるんだけど、もう全然出てこない。パスファインダー？エーペックスのキャラクター。もうね、いけんのか。さっきね、マグナムさんにいろんなコスプレ見せてもらったんだ。あ、そうなの、すごかった、うん、めちゃくちゃすごかった。もうめちゃくちゃ上手だったよ。すごいよね、マグナムさん。そう、やっぱね、のび太くんとかね、そういう簡単なキャラに行った方が多分いいね。あー、確かにそうかも。そっちにシフトするか、今から何しようかな。何がいいかな。この黒の服あるかな。これもパスっぽくない。この黒の服、いや、そんなに白じゃないんだよな。あ、これっぽくないか。青あるかな。青ある。ない、青がない。ピロリ？ないなぁ。いいんじゃないか。よし、決まりました。さっきよりぽくなった。で、あとはズボンだ。ズボンどこだ。ズボンは更衣室の方ですね。更衣室か、ありがとう。何？面倒見がいいね。そう？うん。だって一緒にいて安心する。ああ、よかったです、うん。これでいいんじゃない？ねえ、どれだ？これかな。なんか服が結構安いな。服はね、安いんですよ。食べ物が高いの、この町は。確かに食べ物1万とかいくらとかしてたもんな。1万円ぐらいですね、食べ物は。あー、コーヒーが5000円から、5000円から1万円かな、食べ物は。わお。いない。いないよ。ブーツ入り口入って左ぐらいです。ブラックウィドウの服ってどれだ。これで光らなければ無理ですか。すごい楽しそう。楽しいよ、見て見て、二人さ。ちょっと待って、今ね、何も見えない。ちょっと待って、はい、何でしょう。はいはい、どうぞ。パスファインダー。ごめん、元ネタが分かんないから、ごめん。大丈夫、大丈夫。きっとみんな分かると思う。
ね、色味って当ててもらおう、なんかこれ、あーそれいいと思う。ねえ、私さ、ブラックウィドウスタイルのさ、トップスが見つからなすぎる。ブラックウィドウ、下からやるか。ちょっと検索してみようかな。ありがとう。ブラックウィドウ、足元も見えないしね。まあ多分黒のブーツでしょう、きっと。ああ、こういうスーツ系か。そう、さっきなんかベジータの人が着てたあれとかは、マグナムさん。そう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 、あの光る青い全身タイツみたいなのあったじゃん。あれはね、ベジータになっちゃうのよ。あ、これかな、とりあえず102な気がする。102かな。はい、俺なんか自然に動くようになっちゃって、体が。これ瞑想行った方がいいのかな。自然に動く、なんか何も押してなくても、どの筋肉押してなくても動いちゃう。ああ、なるほど。そしたらその洋服ちゃんと保存してから瞑想した方がいいと思います。あ、了解。あ、ガチしそう、食べよう。なんかさっきヘラシギ兄さんからもらったローストポーク食べよう。ヘラシギさん面倒見いいわね。もうすごく優しかった。もうすごくすごく優しかった。そうなのよ、ヘラシギさんは男にも女にもみんなに優しいのよ。めちゃくちゃ優しかった。よいしょ、今日ヘラシギ兄さんが周りにあんまり話さないこといろいろ教えてもらっちゃった。周りにあんまり話さないこと。そう、なんで俺これ聞いてんのかなみたいなこと教えてもらっちゃった。確かに怪しい。でもヘラシギ兄さん、恋愛対象は女性なんだって。ああ、そうですよ、女性が好きって言ってた。そう、結婚の約束したのに嘘つかれちゃった。え、結婚の約束したの。あ、そう、なんか俺今日7人と結婚の約束したんだよね。5人だった。どういうこと。いや、なんか俺結婚しにこの町来たんだよねって言ったら、じゃあ結婚するって言われて。そうなんだ、うん、7人って他は誰なの。ね、 5人かな。今日エスタークちゃんと結婚して。エスタークさん、なんで。エスタークちゃんすごい元気に猫カフェで働いててさ、かわいかった。そう、エスタークさんはね、うん、あのスペシャルって頼んだ今日。あ、スペシャル頼んだ。頼んだ。スペシャルの時は可愛いってちょっと確かに同意するけど、うん、あ、普段は別にすごいダミ声な。あ、もうすごい勢いが良くて楽しかった、一緒にいて。そうそう、勢いはねすごいよね。あと、ヘラシギ兄さんの、親友の人、ナタルさん。そうそう、ナタルさん。ナタルさんと明日結婚して、で、その次の日にヘラシギ兄さんと結婚して、うん、その次の日にシュガピーで、その次がアズピ、あ、モナピね。あ、モナピだ、うんうん、モナピ、うん、と結婚しようって話になって、ロスサントスって結婚軽いなと思ってさ。初めて聞いた、そんな日替わりで結婚するって言ってる人。ねえ、俺もこんな文化があると思わなかった。いや、そんな文化ないと思うんだけど、初めて聞いたから。うん、初めて聞いたわそれと思って。あのヘラシギ兄さんが、うん、市議になったから。ああ、なったね。そうそうそう、重婚制度を考えるわって言ってくれてた。へえ、同性婚と重婚考えてくれたらきっと喜ぶ人はたくさんいるかも。ああ、充実すると思う。これかな。おいしい。あと15分。あ、45分からだっけ。あ、そうなの。なんかあと15分ってさっきマグナムさんが言ってた。あら、大丈夫か、間に合うかしら。頑張りましょう。待ってるよ、これ。ごめんね。全然いいよ、ゆっくり選びな。ちょっといいのがあればいいんだけど。うん、いや難しいよ、なかなかコスプレ衣装探すのって。一回ちょっと腕を消して探しますね。探してもろて。なんかちょっといけないとこ見てる気分になっちゃう。大丈夫、あの消しといたから。たまにたまに映ってしまうからね。あ、そうなんだ。それはいいくない。そうそう、なるほどね。衛生的によろしくね。隠しとこ。俺で隠しとく。これさ、うん、峰富士子の方がなりやすい可能性あるね。あー、確かに髪型似てるから。でもちょっとね、峰富士子の髪型がちょっとわからないんだ。あ、でもそんな感じだったと思うよ。
とはなんか胸元の開いたドレスとか着ればいい感じにフジコになると。うん、あとはライダースーツとか、ライダースーツの、ライダースーツか普通に、うん、あの全身タイツみたいな服なんていうのうん、わかるわかる、あれキャッツアイみたいなやつ、ね、そう、ああいうやつかな。あれね、なんか服屋もね、ジャンルで分けてくれたらもっと選びやすいのにね、いろいろジャンル、シャツとか、あドレスとか、なるほど、全部一緒くただからね、うん、そう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 、もう選び尽くさないといけない、しかも数が多いから本当に、そう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 、まあ、何でもできるってことだけどね、それだけ、そう、うん、だけどさ選ぶの大変、わかる、そうで、たくさんの人と結婚する約束をしてるんだって、うん、藤子さんに話したら、うん、あと軽い男は嫌だなって振られちゃったんだよね。あ、いやいやいや、そうね、藤子さん、そうかも、そう、重い結婚するつもりで来たのにこんな軽い結婚いっぱいすると思わなかったよ。そんな気軽にいろんな人に結婚しようって言うからよ。あ、いやいや、やっぱちょっと挨拶のつもりで言ったんだけどね。挨拶のつもりで結婚しようって言う人いないでしょ真剣に結婚したいんだったらね。あ、真剣に結婚したいよ、真剣に結婚したいのに、そんな誰にでもいや、ちょっと仲良くなりたくて、すぐね、意図も伝わるかなと思って。あ、なぜこの町に来たかっていう意図が、そう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 、そう、それは確かにそうだけど、うん、ナタルさんなんて、ナタルさんってストレートじゃなかった？うん、でも俺とは結婚してくれるんだ。なんでナタルさん、なんでだろう。ナタルさんもヘラシギさんもね、ストレートだったはず。あ、なんかね、不思議と。え、エドさんが、エドくんじゃなくて、うん、エドちゃんってこと？いや、いや、俺男だよ。まあ、どっちでも、どっちでもいいんだけど。いや、なんか男で。これ、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ぽい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 。これですごく似合ってるよ。手を生えた？手生えた？うん、はみ出てない？手が、腕がね、あ、大丈夫大丈夫。たまに、あ、ほら、すごい腕がはみ出るのよ。そこが破けてるのは危ないな。あ、これでいいかな。あ、ダメ、手がないぞ。手がないぞ。本当だ。綺麗な手を戻した。どういうことこれ？あ、そういうことか。手の何かがないといけないってことね。うん、あ、これなら大丈夫そう。あ、いいんじゃない？さっき肘が空いてるけど、まあでも別に。まあギリ、肘ならギリ。これは、あ、これな、グローブが可愛くない。あ、グローブ色変えたら、あ、黒ならいいんじゃない？でも指突き抜けてない？ワンチャン突き抜けてるのでバイク乗ったりする。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？素敵素敵。これで。あれ、これ胸のところどうなってる？胸がない、胸がない、胸あるよ、大丈夫、胸がない、こうだこうだ、こっち胸がね、ちょうど鎖骨のところがなくなってた。ああ、それはいけない。じゃあちょっとこれで守ってもらって、これにしよう、うん、ちょっとじゃあ峰富士子の、うん、髪型が分かんないんだよね。大丈夫かな、時間今何時？あ、でもそれでいいんじゃない？ああ、もう過ぎてる、やばい、行こう、もう行こう。じゃあちょっと靴だけダッシュで変えていくね。メンズになってきちゃった。これでいこう。まあこれも、ウィドウ、ブラックウィドウかこれ、わからない。まあまあ、ぽいということで。よし、行きましょう。行こうよっ、あーと、これだ、お邪魔します。はい、シートベルトしてね。何番だっけ、何番、ね、B の筋肉ですね。 B の筋肉、ありがとう。多分今カチャって言ったから、うん、
来てるんじゃないかと思う。乗った時は絶対しないと、ちょっと事故った時に、うん、やっぱりシートベルトしてない人だけが、うん、あえどこでやるって、レギオン、レギオンじゃないの、わかんない、見てなかった、どこだって、レギオンな気がするけど、あちょっとツイッター見ようか、うんお願い。ねえねえ、うん、どこでコスプレ大会するかわかる？デパート。デパート？デパート？あとついてく。デパートのあそこだな。デパートらしい。デパート、デパート。俺も行く。デパートってどこ？デパートのね2階にあるよ。デパートってどこ？ついていけばいいんじゃないかな。どこに行った？あれか、あの人たち？うん。うん、困った、楽しいね、私ね、ちゃんと、うん、まあブラックウィドウっていうことにしておくわ、これ藤子ちゃんみたいな格好だけど、あ確かに髪の毛がね、けると思う、髪型があれだから、うんうんうん、ブラックウィドウ風ということで、あ好きなのブラックウィドウ、うん、うん、さっき知った、さっき知ったマジ即席、そうだよ、またツイッターが更新されている、危ない、溢れてるね溢れてるね、よし、なんか怪我してる人いるけど大丈夫かな、では降りてください、あれ降りてない、あれ F だ、 F の筋肉、 B の筋肉でまずシートベルトを外して、なるほど、で F の筋肉か、はい、ありがとう、いいえ、では入りましょう、鍵を閉めるの忘れていた、おお、すごいゾロゾロと楽しいねいいね、イベント会、みんな名前消してんのかな、なんとか間に合ったな、消した方がいいのかな、ランウェイは確かそこを右に曲がったところだ、消した方が誰が誰だか分 分かんなくていいかもしれない、じゃあ消そう、 T の筋肉を押して、うん、その後スラッシュの後にネイムって打つと消えますよ、まあなんとか頑張ってみよう、向こうの言われる、えここ？確かに全員が全員参加者だよね。全員が全員参加者だけど、あれブラックウィドウだろう貴様。そうです。そうなんだ。なぜわかった？この俺様を。どっち優勝だな。ね、本業の方たちでやるのずるくないですかね？いや確かに。本業の方。ずるいな。本業の方？本業ってなんだ？クラウドはちゃんと釘バットのあれだね。クラウドだ。すごい似てますね。興味ないね。よいよいよい。刀出してみてもいい？いいよ。間違って刺しダメですよ。なんで？待って。あの再生に詳しいですか？ランウェイまである。ランウェイがあるんだ。知らなかった。すごいな。昔開いたコスプレコンテストね、会場候補をもらったんだ。はい、どうした？ライドさん、スピーカー流したことあります？スピーカー、お前、スピーカーの流し方も知らないのか、もうお前って僕先輩ですよ、エドさん、お名前がまたなんでだ、ごめん、何の筋肉だっけT ですね、これ、T の筋肉をしたら、BBGM、これでいいかな、そうですね、そうです、そうです、はい、なんで表示されちゃったんだろう、同じだと思ったんです、反抗期ですかね、反抗期か、じゃあしょうがないな、やべえ、タバコ一本しかねえ、まあいいや、ええ、あ、ブーンボックスじゃん、そんなこと言わないですよテンポ用ラジカセ、違う、これかラジカセを持ち歩く、あ、え、私なんか目がやばいそれ言う、それ言う、さすが何々さん、きついな、これ音楽を無効って言われちゃうんですよね、言われる。本当だ、500万って書いてある。500万？座れない。いいそう。言う言う。クオリティ高いな。研究尽くされてる。分かったらすごいぞ。座れるでしょ、これ。再生履歴。一瞬待って、すごいかもしれませんね。座れるね。あと簡易なやつで締めるけど、興味あるね。フランシスコ・マグナムです。どうもこれフランシスコマグナムです、あ、大丈夫か、角刈りはコスプレしがちだぞ寄りすぎじゃないそれ
待って待って待って、何してんのそこ、その座り方何？興味ないね。どうやって座る？興味ないね。ここは座れる判定がないからよ。聞こえる、声聞こえるよ。手元とかインタラクトで無理やり座るな。ここだ。そういうことか。あ、カナちゃん間に合ったんだね。間に合ったよ。いいよ。メムちゃんもメムちゃんも間に合ってる。メムも間に合ったね。メムも間に合った。すごい。大にぎわいですね。ねえ、何人いるこれ？どう？どうですかこれ？人気からこんな時代に間に合って。よかったよかった。こういう街。よかった。だって勘違いしない。マジで勘違いせざるを得ないにぎわいっぷり。うまいね。これ優勝だよ。私のこと。三人ともやるね。私右じゃない？私は右だ。すごくなんていうか、毎日草が生え散らかしそうな街だなって思ってますけど。草は越えて芝かもしれないぞ。え、誰だ？指差してさ、なんだっけ？指差してなんだっけ？B の筋肉じゃないかな。B ね。B。できない。できない。もうできないのさ。見たのがひどく。サイマティ。B。チュ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 でもいいけど。チュ多い。無量多い。無量多い。無量多い。あ、音楽鳴った。音楽鳴った。始まった。ちょっと待って。スピーカーの使い方のお手の物。キスあるよ、キス。キスある？キス。わしらさんは何のコスプレ？俺はコスプレじゃないぞ。誰かダウンしたらすぐかスケートにやってきた。誰かにやってきた。俺は救急隊だからよ。顔怪我してる。自分の職務を全うするさ。レムちゃん、大丈夫？レムちゃん。さっきのコスプレすればよかったね、うち。言い合ってんな。それもいいんじゃないか。次回は頼むぞ。一応45分の予定ですね。これなんだ？ブラックネームちゃん、事故ったの？じゃあ、はい。じゃあ参加者の方々は裏ランウェイのあの舞台裏に回りください。それねね。僕はちょっと今回は運営に回ります。観客はいはい。今日も全員コスプレイヤーじゃないか。はい。ね、観客いる？ね、観客いる？観客いない。観客。じゃあ僕観客に回りますよ。いやいやいや。ねえ、コスプレやる人こっちだよ。ボクシング出してほしいよ。溶けてるな。ダウンロード溶けてる。迷子しかいないけど。観客。観客？ナミルちゃんしかいないの？全員じゃあ、あれじゃん。あの空気を読んで順番に出てきてもらって。空気を読んで。空気を読んで。ナミルさん、これはランウェイでパフォーマンス。観客席に回った方がいいんじゃないか。え、何がですか？観客ランウェイ終わった人が、ランウェイ終わったらそのまま観客席に座った方がいいんじゃないか。じゃあランウェイ終わった人から観客席に回っていって、うん、で一人一票を自分以外の人に投票するので、うん、あのそういうつもりで見といてください。見れなくない？後ろ見れなくない？多分最初のやつしかもう見れない。 今ここで見る。マグナム先輩、スーパーシャウティングの方がいいか？スーパーシャウティングです、僕今。はい、なんかあの五人ずつとか、声量シャンブルス。どうしようかな。まあノリで。ノリで。三人ずつどうすか。終わった後に見れると、まあでもパフォーマンスを見たいですもんね、皆さんね。あ、いいね、できたね。できた。だからピーヨンブートダンスの時だけ。ちょっと考えていいですか。ピーヨンブートダンス始まるよ。アドリブでいきますんで、基本。はい。みんな隠してるから俺も消しておくか。いいですよ、一旦今日はそれでいこう。演者はパフォーマンス全部見れないのは仕方ない。仕方ない。まあこの前僕だけで終わった後でも今でも一人一票持っといてください。はい、じゃあちょっと皆さんの顔を見ようね。はい、はい。じゃああとはノリで出てきてもらえればいいと思います。アイドル今ネタが止めてて、音楽止まっちゃって、音楽が聞こえてます？あ、聞こえてない。聞こえてない。聞こえてないです。じゃあ流します。いいね、リムちゃん完璧だよ。リムもうちょっと詰めろ。ね、詰まった、何も見えない。リムちゃん目が霞んでる。なんで鏡が入ってる。上でもいいけど、レッドフィールドは元気だな。ピシッと超えちゃった。ルビーも完璧だね。超えちゃった。めちゃめちゃ歪んでる。人が多い。戻ってきたぜ。今飲食店はどこも空いてないぞ。
アザナみんなここにいるからな。誰も店は開ける気なんてないか。諦めろ。パン屋でも使え、みなさん。よし、かっこいい。さあ、おいレッドフィールド、俺のまた下に足を入れるのだけはやめてもらっていいか。頼む。私は観客席に回りますので、はい、はい、順番順番に一人ずつ出てきてもらえればと思います。はい、はい、よし、観客一人。やっぱそうだよね、参加者の方が多い。観客一人なので気軽に。え、ちょっと待って、はい、様子を見、はい、様子を見たい。ねえねえ、これは同伴の方が観客が増えるってことだ。だから待って、ナリエルちゃん優しすぎない？ナリエルちゃん、ナリエルちゃん優しい。ナリエルちゃんだけが観客だわ。ナリエルちゃんが怒ってる。一人しかいない。ドセンターですね。これだな。あの子に地雷チケット渡せば票入れてくれるかもしれないな。確かに。マルキリー。喋りました。似合ってる。いいでしょ。一人が食べたい。すごい。一人食いたい。あ、待って、私もそうやばいね。フィロは串出しにしないと。目の前が溶けてる。そんな最高の癖。目の前がね、私もなんか大丈夫だ。大きな星が見える。大丈夫だ。私、俺の心を信じ。終わった、曲が終わった。リピートして、なんで花火だ。リピートしてます。それでは、はい、お待たせいたしました。一人始まるぞ。マイク司会は私フランシスコマグナムが務めさせていただきます。それでは始めます。いいですか皆さん、準備の方は。はーい、はーい、はーい。それではおかえり、メルチおかえり、いきますよ。あの思い思いのポーズを取ったりセリフ言ったりなんかもしちゃって構いませんので、お願いいたします。はい、それではエントリーナンバー1番からお願いいたします。誰が1番？誰が1番？誰が1番？1番お願いします。やばい、わーやばい、なかった。わ、やばいやばいやばい。一対一番、一対一番、難しい。王子がいたぞ。ベジータ。あ、間違えた。エリートサイヤ人のベジータ。もう優勝だろ、ね。スーパーベジータだ、よろしくな。待って、ずるいだろ。いや、いや、反則系ですね。さまだ、俺に票入れやがれ。俺はニートだからな。この金をもらったら、車に。イジムたまるな、貴様。愛はブルマに金を渡しに行くんだ。よろしく頼むぞ。さらばだ。じゃあ2番の方もすれ違いぐらいで。すれ違いぐらい。行きましょう。すれ違いぐらい。やるわ、イマジナリベジータ。すれ違わないで終わったわ。いいのか。すれ違う。あのさ、観客席寂しすぎるぞ。空気読んで1番全員譲るのやめん。もうさすがに俺も空気読みすぎだぞ。あれに関しては確かに。あれ、あのまま行く、 あっちに行くんじゃないんだ。俺ちょっと、そうそう、あっちに座ろう。観客席に行っていたらこれだろ。ついてきちゃう。ベジータ2回目。じゃあこう並んどこ、並んどこ、並んでる感じ。あれですね。あ、ね、加賀さんはさ、真白さんと一緒に、はい、なんか近くに出た方がよくない？確かに、どこが透けて見える。ナリエルさんの一票で決めることにしましょう。ナリエルさんの一票。一緒に出た方がいいんだ。一緒に出た方がさ、なんか、はい、会話した方が面白そうじゃない？私、イズミさんと渡してますか？会話をすると、こっちのイズミさんはバレるぞ。いいのか。あ、じゃあ、無言で。ごめん、わかんない。そう、私の所属、クラスタイル。ゼロさん、一緒に出てくる。分かりました。グラッシュ。いいですよね。ああ、僕が本当に何とかする。え、でも喋っても結構似てない？ちょっと、顔しか似てないですか？喋ってもいいぞ。うん。喋ってもいいぞ。ヒロミさんはどういうこと言いますかね？もっとね、お前を殺すとか、そんな感じで言うから。ちゃんとお前を殺す。聞いたことない。聞いたことないけど。言われたら見えてきたからって感じ。
鳥なの？うちら鳥？え？鳥なの？まずよ。イエヨンだけに鳥？鳥だけに。いやでもやっぱりビーコマチはアイドルだから。スーパーシャーティの準備は大丈夫か？このハプレッシャーをかけ跳ね返していかないと。はい、大丈夫です。ダメだよ。イエヨン。でも緊張してきた。すごいな。イスギさんは、なんてあなたのこと呼んでますか？大丈夫だよ、カナちゃん。プレッシャーが…何食べてんの？マッシュ先生でいいんじゃないか。マッシュ先生、わかりました。私はプロ。私はプロ。ゾウリに見える。その打ち合わせ聞こえてないけど。中国人こと何やんの？FLDX ノーマルで話してる。なんかね、音楽が大きすぎてあんま聞こえないんだよ。失礼だな。T で X？FLEX だね。FLEX。次の方って。有効な妹ではありませんって。あ、ロスさんと合わせだ。行きたい。ライドのマーシャルです。みんな、今日はコスプレ大会お疲れ様。もしコスプレ中にダウンしてしまっても、俺たち救急隊が助けてやらよ。エーペックスを合わせる。どうした？ありがとうございます。ちょっと俺一人だとさ、ちょっと PC がダメなの心配になってしまうね。あるぞ。でも、安心しろ。何か不審者や不審物を見かけたら、加賀医師までご連絡ください。皆さんの安全を守ります。FLEX。はい、じゃあ、後でもうちょっとポーズで、マイクのボリュームが明らかそうに上げたのなんか、後ろの声の人が本当に心配ぐらい。あ、でも、何か怪我をさせると、ちっちゃい。ちっちゃい。直してくれますよね。そうだな、俺が全部シャンブルするから安心して殺してくれ。それじゃあみんな、お疲れさん。緊張するね。キーよ、4倍で。じゃあ、どっちかな。ボイスチャットの音量、一応マックスになってるんだけどね。次の方。フローリボは G か。はい、最後。すみません。あ、やり直しです。ちょっと待って、やり直し。調べた。違和感。あれ？違和感だか。セリフ大丈夫か？あら、ちょっと大事件。あら、すいません、エモートが出なくなっちゃった。あれ、F さんの筋肉が使えなくて、ちょっとどうしよう。そんな。うわ、ブラック移動は嫌だ、あのコーナー。投票権を持っている方はこちらですよね。ナリエルさん、ただ一人です。ナリエルさん、はい、ブラック移動だよ。ブラック移動はそんなこと言わんさっき、知識ゼロ、知識ゼロってマグナム先輩が怒られるぞ。マグナム先輩が多いから。はい、次の方。今日投げるお前、正解じゃないから。お、来た。兄さん、兄さんはどこ？兄さんを探してるの。あんたたち、知らない？兄さん、ゴリラの兄さんを探してるの。ゴリラの兄さん。私はクリア・レッドフィールド。兄さんを探してるただの絵描くせい。刺さった。保険持ってくれ、刺さったかも。もうちょっと、もうちょっと、押せば。許せない、あのキス野郎。許せない。あ、すごい、すごい、パフォーマンスすごい。レンはどこ、あの女ったらしい。すごい。レンはどこ。うまい。おー、はい、クリア。はい、次の方。戦闘再生。お、あら、今回もグループか、チーム。チームでの参加です。はい。この戦いには中目的で参加したけど、美人と一緒なのは悪くないね。私は悪く、倒れるのよ。刺さってる。もう一人は？
誰だか分かる人いますヒントはエーペックスただオクタンなんでしょオクタン色がエーペックス知ってる人いるのかなオクタンじゃないんか地獄だ地獄地獄地獄の地獄ダミーダミーパパがつくパスパインドそうパスパインドパスパインドパスパインドパスパスパインドらしいよ私は当てられなかったけどね惜しい初日でボスさんと初日でコスプレに挑戦してくださいました。あ初日さすがにシャドウですね。バルケリーだけは分かった。やったー。ありがとうありがとう。まずチームですよね。はい、賞金をもし獲得した暁には山分けということです。あやったー。そうなるかな。はい。じゃあ次の方。はい。いいフェックスだよ。なんかいっぱい来た。すごいいっぱい来た。いっぱい来ますよ。え、これセットなんですか？ピエオンとジーコマチです。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 なんで？ジーコマチ。ジーコマチ。座れないの？目指せムキムキマッチョ。ジーコマチ。短い時間で仕上げてきた。すごい。すげえ。すごい。生まれる生まれてるとビーチクバーチクユーよりも強い。今日から君を覆面かぶってビヨビヨ。ありがとうございました。死んでいる。さすがアイドルだよ。ありがとう。よかったよかった。緊張した。緊張したね。以上をもちまして全員出揃いましたので結果発表。参加者3票。結果発表に移りたいと思います。ちょっとマリエルさんこちらへ。一票しかない。はい、審査今日は残念ながら投票権ある人、ナリエルさん1名となりますので。なんで？ごめんなさい。衛星外にナリエルです。衛星外。しかも衛星外だ。もう決まってますか、ナリエルさん。決めた。心に決めました。決めた。誰だろう、誰だろう。では。いいのか、はい。発表お願いします。ガチャ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 ピエヨンの仕上がりがピエヨンのおかげだ。ほぼピエヨンの仕上がりだ。やっぱりみんなのおかげだよね。リサイクルセンターでもずっとトレーニングしてたぞ。すごい嬉しい。ハナちゃん、メムちゃん、ベビー、山分けた賞金やった。ピエヨンありがとう。ありがとう。おめでとう。おめでとう。アイドルなれた。国家工事にもかかわらず
仕上げてきたピエヨンチームには見事賞金500万円が与えられます。すごーい、一人120万円いいな。皆さんもらった賞金は何に使われますか？ピエヨンさんから。ピエヨンはプロテインに使うんだ。さすが、伝わってんもんな。じゃあ、こちらの女性、ジーコマチ、はい、ジーコマチかなちゃんとルビー、ルビーちゃん、ルビーちゃんから行こう。ルビーちゃんから。ええ、今活動に使いたいと思います。さすが、さすがルビーだよ。意識高い。私が、はい、有馬かなです。はい、重曹をたくさん買います。重曹なめなめ、掃除するのかな。重曹をたくさん買います。重曹なめなめ、重曹をなめる少女。次の方。はい、ねむちょです。はい、CD をたくさん売るために裏で金を回します。発動費ということでね。発動費だ。それでは賞金はじゃあ、まずじゃあリーダーのリーダーなのかな、ピエヨンさんリーダーなんで、ピエヨンさんにはい渡しますので後で分けてください。ありがとうございます。何番ですか？ピエヨン21番です。プロテイン、プロテイン、ラジオのファーマシーでプロテインバーこれから売ってるからよ、たくさん買ってよ。そうなんだ、そうなんだ。あ、今日サンプル1本もらったぞ。あ、すごい。なんで負けられた私。はい、500万円送りました。やったやったー。消えてなくなった。おめでとうございます。殴り上げてみてくれ。おめでとう、おめでとう。最後に皆さん、写真撮影がございますので、こちらのランウェイのこちらにステージの上に並んでください。もう一回着替えなきゃ。ランウェイで笑って、よし、すごいランウェイ眩しく見えてる。その辺に並んでください。眩しいですね。あ、大丈夫です。一緒穴開いてんだけど、 T シャツ。待って、そうだよ。隠して隠して。優勝チームがさ、真ん中にいたら、ね、オタリさん隣でしょ。うん、うん、ピエヨン、ピエヨン、ピエヨンセンターだよ。ピエヨンセンター、ピエヨンセンター、ピエヨン、ちょっと目立つの恥ずかしいの。ごめんごめん、大丈夫。ピエヨンセンター、大丈夫大丈夫。ありがとうございます。前行きな。ピエヨン、しゃがんだ方がいいかな。マグナム先輩、これ大丈夫か。どうやってしゃがめばいいの？前列しゃがんだ方がいいか。しゃがむのはコントロールの筋肉ですね。ピエヨンしゃがんだよ。おお、はい、しゃがんだ。いい感じですよ。すげえいい感じ。クラウドちょっと逆光で暗くなってます。あれ、私寝ちゃった、待ってクラウド逆光で暗くなってるので。やめ落ちしちゃった。やめ落ちしちゃった。みんなじゃなくていいと思うよ。後ろの人はいいんじゃない？待って、私はみ出てる、はみ出てる。ちょっとここ飛び越える、飛び越えられないかも。ナノちゃんごめんね、ありがとう。はい、それでは写真と、あ、名前消した方がいいのかな。あ、名前消す。あ、確かに。スラッシュネーム。すごい。スラッシュネームで。うちのパンツ見えない？本当だ。大丈夫だ。そのパンツは消えるんだよ。でも上腕二頭筋で隠れてるからよ。筋肉で隠せるぞ。じゃあちょっと生で名前出て隠すってやった。パンツ出てます。それがスラッシュネームだよ。スラッシュネーム。待って待って、何してるの、何してるの。スカートじゃないやつの前の方がいいんじゃないか。ナノちゃん、隠してパンツ。あ、いい角度。あ、ナノちゃん、 T の筋肉だよ。 T スラッシュ、うん、スラッシュ T。え、スラッシュ T じゃないよ。スラッシュ T じゃなくて、 T 押してから、あ、 T の筋肉押してから、スラッシュネーム、うんうん、ネーム、ネーム。はい、そうそう、いけました、いけました。よし、しゃがんで平気。あ、いい、ちょうどいいですよ。しゃがめなくなったな。しゃがめた。あんまパンツ映ってるけど、いっか。大丈夫です。大丈夫です。いいんじゃないかな。先輩、ポーズ大丈夫ですか。オッケーです。はい、チーズ、あしゃり、やったー。勝利写真撮りました。ありがとう。タッチョンね。お送りしますので。タッチョン。うん、うん、まあ。テレビってなかったでしたっけ？ここ外にあったかな。どうやって？いきなりしそう。これなんでこうなっちゃうの？どうしたらいいのこれ？これどうしたらいいのこれ？違った。コントロール、コントロール、コントロール。なくなった。え、どうしたらいいんだろう、なんか。じゃあしゃあない。治った。じゃあ皆さん。あれ？こんなことになっちゃった。写真を送りますので。助けてこれ。コントロール、コントロール。ちょっと残念すぎるな。
写真皆さんに送ります。ありがとうございます。ブルートゥースをオンに。あ、これもオンに。最近オンにしなくても勝手に出てる時あるんだ。どういう基準なんだろうな。最近なんかオンになってる。変わりましたよね。オンにしました。じゃあちょっとお待ちくださいね。なんかめちゃめちゃ着替えるか。着替えますか。来るにも、にもいない、にもいない。にも、兄さん。にもどこに。もういや、全員に送ろう。終わってるっぽいな。もう知らん。終わったよ。終わったね。確かに、海賊のあいつじゃないか。え、ナナちゃんゲットした？走り回ってんだろ。うん、来てない。全員に。これ来たらさ、うちら、あの、端っこ行って送ろう。あ、来た。あ、来た。あ、来た。え、じゃあ、もらっていい？そっちから。そしたら、マグマさん。お、すごい！めっちゃいい！あ、これ送るよ、そしたら。あ、ありがとう。あ、いい写真。はい、送った。来た？来た？全員送るんだよ。はい。黒金髪。ありがとう。さあ、Bコマチの、あの、Gコマチと P4 のも撮ってもらおうよ、写真。せっかくだから。いいね。撮りたいね。撮ろっか。あ、撮るよ。写真撮ってくれる？あのさ、ステージの方が良くない？あっちの。あ、ステージの方がいいかな。ステージ行く？ステージ行こうじゃん。ボタリンちゃんも可愛い。可愛い。すごい似合ってる。ありがとう。眩しいな、ここ。視界が曇ってないよね。どこでも曇るよね、ここ。さすが。あ、来た。やばい、私破けすぎやろ、後ろ。破けてるね。うちら3人が立ってて、ピエヨンが前にいいじゃない？その後に僕が入ってもいいかな。オッケー。やっぱり、やっぱり、ジーコマちゃん3人じゃない？そうだね、なんかさ、ポーズとって。妹して、何にする？何がいいかな。え、それかわいい、何？何？なんかバスケボール。え、でもこれ、エアポン。これ何？なんか可愛いのあるかな。あ、これ近くの人に合わせる。なんかある？何それ？メムちゃんパンツが見たいと。え、何してるの？メムちゃん、メムちゃん。え、ボタリンちゃん、なんかいいポーズある？わかんない。みんなねえ、撮るよ、撮るよ。あ、それ可愛いじゃん、それ可愛いじゃん、それ可愛い。ジョグ知ってる。ジョグだって。ジョグそれ何？どれ？な、ジョグの、え、一番上のやつ。あ、それかわいい。ナムちゃん、それ何？これキュートポーズ、マレ前。それでいいじゃん、キュートポーズ。でも、まだなんだろうな、アイドルっぽい。いい、撮るよ。それにしようかな。すごいバラバラだけど、いいの？それなんだっけ、エモト？ジョグジョグ。ありがとう。変わった？変わってない。ジョグできない。なんでだ。バイバイ。待ってな、もう一回ジョグってみる。はい、ジョグ。いいタイミングで撮るね。あ、行くよ。撮ります。はい。ちょっとずれたけど可愛いんだけど。え、ピーヨン入んなくていいの？ピーヨン、この後入らせてもらうよ。ちょっと、もうちょっとすげえこれ。ちょっと待ってね。この辺か。ありがとう、ブタリンちゃん。いいよ、頑張るぞ。可愛い瞬間にね。撮りまーす。ありがとう。ねえねえ、なんか待って。一番左の子だけ激しく腕振ってない？同じ？そう、同じやつ。本当？なんかすごい、一人だけ腕ブンブンブンってなってたよ。一斉にさ、ジョグを押したらいいんじゃない？あ、でもね、いい感じになったかも、これ。いい感じだよ。あった？うんうんうん。あ、やった、ありがとう。ちょっと今じゃ送るから見て。ありがとう。ありがとうだよ。フランシスコマズマグナムから来た。あれ？呼び捨て。ナノちゃんと、はい、と、ルーちゃんと、あ、来た。ありがとう。お、いい感じ、いい感じ。はい、エステア。ありがとう。あ、いい感じ。可愛い感じのポーズ取ってるっぽい。すごい可愛い。ありがとう。
可愛い。ありがとう。Thank you。ピエオン入る？じゃあピエオン入れてもらっていいかな。OK、ね。じゃあボクシングポーズしてるか。そうだね。ボクシングしてよ。後ろでボクシングだ。うん、全員で同じタイミングでそれじゃあやってね。ポーズでもいいかな。うん。じゃあ行くよみんな一斉のせで。ちょっと待ってね。ここにか。T をして。T をしてスラッシュ E E O X I N G ね。はい。オッケー行くよ。あれ有効なエモートで。せーの。有効なエモートではありません。あれ E。スラッシュ E スペース B O X I N G。あ、シングになっちゃった。あ、はい、せーので、せーので、そうだね、そうだね、一瞬でなくなっちゃうか。オッケー、はい、待って待って待って、オッケー、ボクシング、じゃあ行きますよ、オッケー、せーの、はい、ちょっと待って、ダメ、もう一回もう一回、ごめん、もう一回、オッケー、取れなかった。行くよ、せーの、待ってね、はい、待って待って、待ってやっちゃった。あ、じゃあ終わったら終わったら、はい、オッケー、いくよ、せーの、ちょっと待って、かぶっちゃった、ちょっとかぶっちゃうな、動き激しいからな、動きが激しいから、もうちょっと後ろで広くなる、そうそう、こっちのここだったら打つんじゃない、この広めの、あ、そうかな、あ、そうだね、それで例えば長いんじゃないかな、うん、伸びれるんじゃない？待ってね。うん。そしたら私もちょっと前に行こうかな。なんか動けなくなっちゃった。なんだろう。殴ろうか？X の。X もダメ？なんかね、あ、わかった。ちょっと待って。キーを消すとか。あ、うん。オッケー。オッケー、いい、あ、もうちょっとね、ルーちゃんがもうちょっと中心に、そうそう、でそんな感じかな、オッケー、ではいいですか、行きますよ、あ、ちょっと待ってよ、準備が、いい、スラッシュ、オッケー、いいえ、あれスラッシュどこだ、ボクシング、奇跡の1枚が取れるまで頑張ろう、そうだね、よ、はい、せーの、なんかね、ちょっとごめん、あのね、調子が悪いかも、もう一回、ごめん、もう一回お願いします、さすがにもう覚えたかも、さすがにね、これ得意だよ、私、じゃあもう得意になった、いくよ、せーの、あ、待って、取れた取れた、取れ た、ちょっと待って、取れた、ちょっと待って、今ね、一回ちょっと確認して送るね、ありがとう、今ね、多分いけたと思う、ありがとう、いけたけど、ちょっと引きで取りすぎたかも、うん、あ、大丈夫だよ、まずすれば全然大丈夫だよ、ステア、ありがとう、ピエヨンさん、あ、ありがとう、いい写真だな、本当に、ルーちゃん、ありがとう、ナノちゃん、送りました、ありがとう、すごい、ありがとう、みんなのポーズがちゃんと同じタイミングで、いいね、やったー、あ、すごいすごい、ありがとうございます、いいね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、またじゃあ、あの、3人バージョンもピエヨンさんの方にも送りますね、 ありがとう、そうだよ、これ見て元気出して、そう、これ見て思い出して、ありがとう、オッケー、ジーコマチのファンだからね、オッケー、いや、ジーコマチ、はぁ、キーってどういう意味なん、クラスト思ったけど、確かにジーってどういう意味、なんでジーなの、なんでジーなの、誰がジーにしたの、私が言ったわ、私が言ったわ、なんでジーなの、え、かわいい、グラ、あ、グラマー、グラセフ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 、そういうことか、そうそうそう、あー、そういうことね、そうそうそう、かけよさんだったんだ、あれ誰かなと思ってた、かけよさん、そう、さっきの
人誰かなって。うん、誰だろう、うん、ちょっと あ、本当だ、ま、あの私も1枚撮っていただきたく。あ、でも私ダメだわ、 あのねかっけ F さんの、F さんの筋肉がね効かなくなっちゃったから。効かなくなっちゃったの。え、じゃあだから写真撮るよ、ここ帰る。それがねできない、難しそう。そしたら私ここの椅子に座ってみようかな。あ、それもかっこいいね。ちょっと待ってね。シニマティックモードにして。うわー、なんかかっこいい。ちょっと待って、なんかイケてるね。めっちゃいいそれ。なんかいいところで撮って。 OK、 ちょっと待って、これ誰が一番かっこよく撮れるかやってみよう。ありがとう。 OK、 いい感じ。 OK、 おっしゃった。え、すごいかっこいいこれ。うん、ちょっと待ってね、うん、そこから動かないで。はい、ちょっとこっちから、こっさっきあそこゴミ箱あったからね。ゴミ箱あった、すごい。いい感じね、素材がいいね。ありがとう。ちょっと近くで撮ってみるか。写真会始まった。いい撮影会、撮影会になった。あ、いいね、いいね、これもいいね、かっこいいね。ちょっと待ってね、コスプレ大会あ、いい、OK。 あ、いいね、これも映える、映える。ちょっと待って、見せる見せる。ありがとう、撮ってくれて。大丈夫だよ。いいね、いい感じ。ほんま、いい感じできたよ。やったいいね。え、どれが一番いいかちょっと見てほしい。 OK、 これ送る。はい、ウタリンちゃんどこだ、okay? あった。あ、ナノちゃんありがとう。 OK、 これ1枚目ね。うんうん、まだまだあるよ。これが1枚目。はい、これいっぱい撮ったね。これが2枚目。はい、で、あともう1枚ある。めちゃめちゃありがとう。これもね、かっこよくね、クールな女性。どう？ 1,2,3 え、3枚？うん、ありがとう。どうどうどう？あ、シネマティックになってる。そう、すごい、かっこいい、かっこいい、ありがとう。あ、どういたしまして。なのちゃんもありがとう。あ、ピエオさん、なになに、ありがとう。待って、すごい、シネマティックってさ、スマホもいけるんだ。いけるよ、はい。知らなかった。待って、30分、うちらのバイク大丈夫かな。やばい、ワンちゃんやばい、行こう。行こう行こう。そうだね、ありがとう。ありがとうだよ。車。はい。持ってる？ちょっと待って。立てない。まだ車ある。おいで、おいで。待って。ちょ待って。あ、大丈夫だよ、ありがとう。オッケー、本当にありがとうね、ブタリンちゃん。はー、ありがとう。ありがとう。ちょ。ミスタースクルージさん、200ビッツのチェアを送りました。ありがとう。あ、誕生日だからありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。慌てて、車大丈夫か。車どこ？ここから降りるのか。ありがとうございます。フォローもありがとう。やべえな、めっちゃ嬉しい。オッケー、あ、車あった、車あった。はなちゃん何番？じゃあね、お疲れ。お疲れ様。私ね、73。あら、施錠した、はい、ね、カジノに行かなくちゃ。では、カジノ行きましょう。
やることが終わってないような気がします。午前0時を過ぎたら一番に届けよ。自分で、あー危ない、いやーやると思った。なんでそんなガタ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 曲がるんだ。またやっちゃったまたやってしまった。私もツイートしたい。ちょっと大丈夫かな、もうひどすぎる、ちょっと大丈夫かな、もうお酒は抜けてると思うんだけど。あ、マグナム先輩に聞けばよかった。あ、救急隊のヘリかな、あれ。やばい、いやー吹っ飛んでった。今日は嘘でしょ、ごめんごめん。あ、ナリエルちゃん、ごめん、ちょっとやっちゃった、あの車。さっきの女、そうだよ、え、ボタリンだよ。さっきの、さっきの女はボタリンだよ、ブラックウィドウ。気づかん、しかもさ、衛星外なのにすごい大役だったね。いや、本当に意味がわからん。衛星外ってしっかり名前変えとったんじゃよ、わし。おかしいじゃろ。おかしいよね。緊張するわ。めちゃめちゃ面白かった。ありがとう、お疲れ様。あ、お疲れ、楽しかったな。楽しかった。またねー。またなー。あー、面白かった。なんでナリエルちゃん衛星外なんだよ。なんで衛星外であんな大役なんだよ、かわいそうに、面白すぎる。エド君といつの間にか離れ離れになってしまった。多分レギオンに行けば会えそうだけど。How can I help you?Another day in Los Santos. これをチップを交換しちゃおう、もう毎回忘れちゃうからね。 Here you go. で、あれを回そう。あら、毎回ね、どうせ使わないからカジノするときにチップを交換すればいいんだ。 Another player is trying the lucky wheel. Will they win big or remain a disappointment in life? お金になりそう。チップかな？お金だ。ああ、もうちょい回るわ。まあまあ、でも5万円ですから。よかった。じゃあ、ここに来て今日は6万円儲かったということ。やばい、車がやばい。ああ、なぜ。メカニックの方いますかね。タクシーいすぎでしょ。町尾さんと奈々ちゃんメカニックなんだ。妖精さんか、ちょっとあと何するんだっけ。あー、うーん、ちょっとじゃあまだ素材があるから、あ、一回お家帰ろう。あれ、リング持ってるっけ。違う違う違う、リングリングリング持ってる。じゃあちょっと質屋に行ってから、質屋に行ってからクラフト台に行きましょう。
あ、やばい、ツイートもしてない、ツイートしたい、うわやめて、ちょ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 、すいません、1,5,3,2,4 ダメですね、やっぱり12時で変わってから変わらなくなっちゃったのかしら、間違えた、 Hey you, where have you been? I know, you work really hard and you travel a lot, you're married to kids. ランプン38、あー待てちゃった、コスプレだけで1時間半も経っていたわ、ゴミ箱にも何もない、すごい身動きが取りやすいな、やっぱり F3 の筋肉は死んでしまいましたね、あ、作れそう、10個は。2万まであとちょっと。なるほど、これは1個だけいけますね、素晴らしい、使い切りました、よし帰ろう、あ帰る前にツイートしよう、どの写真がいいかな、あ町尾さんが撮ってくれた写真が一番実はいいかもしれない、これはなのちゃんが撮ってくれたやつ、これにしよう、じゃあコピー、なんだこれはいらないか、にわか、にわかでもないんだよね、知らないから知らないから、
1500万買っただって、すごい。よし、何時？42分、まだ時間ありますね。どうしよう。明日のために、明日のためにゴミを集めたいけど、車の修理が先かしらね。これもうボロッボロになっちゃったから、車の修理行くか。あ、間違えちゃった。じゃあナノちゃんに、はい、あ、ナノちゃん、もしもし、ナノのナノです。ごめん、あのさ、あ、ボタリンです。ボタリンです。聞こえる？もしもし。はい。聞こえるよ。どうした？あ、あのね、車の修理お願いしたくて。あ、いいよ。じゃあプロジェクトワン行く。プロジェクトワンに行くね。今日向かう旅館です。お願いします。はーい。あ、まあいっか、ご飯は今食べて。プロジェクトワンの場所が毎回わからない。プロジェクト Y の場所がわからない。これか、違いました、こっちです。よし、では車を修理に出しましょう。行く前だからって何でもやっていいわけじゃないのに。嘘でしょ、もう今日大当たりの日じゃん。もうすごい、本当に今日わざと当ててるのっていうぐらい当たっちゃう。あ、鉄夫さん家だ。こっち側から入れることをね、初めて知ったんですよ。ごめん、お願いします。え、どうしたの？なんか、あの、デパートの帰り道に、うん、なぜかわからないけど、なんかすべて電柱に当たる、標識に当たる、あらあらあら、なんでもかんでもに当たって、ちょっとこっちにいますね。なんでもかんでもに当たって、これ、いけるの？いけるの？今、あら、いけるの？切れない。ほら、切れないぞ。切れないぞ。切れないぞ。なんでな？ドキドキ。ドキドキ。ドキドキ。まあ、自分の方に。こっちで行くか。よし、行けた行けた。自分のバイクが邪魔だったのかな。どうかも。電柱にぶつかりまくったの？え、電柱と標識と消火栓と、対向車線多分3台ぐらいと衝突して、もうね、ダメな日だった。すごい、うん、なんか全部やった、全部やった。あら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 、これどうする？全部直す？え、中もひどい？何パーセントぐらい？うん、30%は直すでしょ。うん、直すね。
90% ぐらいあったら直さなくてもいいけど。実は3箇所で済むかな。はい。変化プラットとボディとだから3万円だね。はーい。うん。あとはね、96とか94とか。うんうん。だから大丈夫だと思う。ありがとう。うん、助かりました。ごめん、もしかして寝るとこだった？裸足。お？寝るとこ、パジャマ、パジャマに着替えたとこだった？ちょ、あ、でもレギン置いてから大丈夫だよ。ほんと？ごめんね、ありがとう。うん、大丈夫、大丈夫。まあ、洗車してるから、ちょっと待ってね。ありがとう。オッケー、オッケー。そしたら、はい。請求かけます。はい。3万円です。はい。10、100、1000万。修理代。はい。どうぞ。はい。はい、払いました。ありがとう。オッケー、ありがとう。こちらこそありがとう。ありがとうねー。いいえ。レギオンに帰りましょう。うん、帰ろう。うん、ありがとう。やば。ちょっと待って、ガソリン入れなきゃ。このブローボックス入ってないんだ。あったー。ああ、しまった。あ、これは別に戻さなくてもいいんじゃない。で、この格好だとこういうとこ似合うね。ナタルさんは素材売りをしてるのか。では帰りましょう。レギオンでいっか。あ、逆だ。いやー、直してもらったばっかりだからやめて。危なーい。危ない危ない。直してもらったばっかりだから絶対にやりたくない。丁寧な運転、丁寧な運転をしよう。丁寧な運転。あ、ゴミ箱もうなかったんだっけ。ちょっと、このゴミ箱はもうなかったんだっけ。最後にね、この格好だったら、あ、間違えて、クリーム、あ、ゴミ箱ない、ない。あ、これ地面だ。あー、ライターしか入ってないから、これは右側、反対だ。もうちょっとだけ、あと時間が少しあるから、素材をね集めてからにしましょう。あー、今の反対のところにあるわ。ごめんなさーい。
ここ。これを見たら戻りましょう。そういえば本当にミミズクさん昨日消されちゃったんですかね。この後ミミズクさんどうなったんだろう。結局私今日本当にすごい早めに寝ようと思ったんだけど、やはりこの時間までいてしまう。確かにバスターそうですね。何してんだろうそこでみんな。あ、ノタルさん帰ってきた。おかえりー。ごめんなさい。髪めっちゃ長くして、はい、に修理もしてもらって完璧よ。完璧、完璧よ。完璧もう今ポケットにワンカートンぶち込んでたよ。やったー、キャスパーマイルドだ。きたー、キャスマイ。いつでも来るんか。悪魔降臨したな、ね、でも超見た目かわいい。いいなぁ、俺もホーン変えようかな。尻尾生えてる。尻尾長いな、うん、あれナノ君か。てか裸足じゃね。動物だから裸足だ。痛そう、アスファルトが痛そう。足の裏ガッチガチだから大丈夫。私のことですか。痛そう。あ、もう寝るスタイル、寝るスタイルなんですよ。寝巻き、寝巻きで外歩くんだ。寝巻き吸わして駐車場に来るんじゃありません。ごめんなさい。ここら辺で車粉砕しまくってんだから。トゲトゲしたもいっぱいあるから。この辺が刺さりました。安易に女の子の寝巻きは見ちゃいけないって親に習ったんだ。そうだよ、責任取らなきゃいけないからね。何責任取らなきゃいけない。そうだぞ、お金かかるぞ責任は。あーなんかやばい、飲み物ないんだけど。確かない。なんか俺久しぶりにちゃんと服着てる気がする。いつまでジョーラやん。ジョーラってかもほぼ裸や。このまんま海行けそう。あ、今度海行きましょうよ。このまんま海行けそうじゃない俺この子。海行こうぜ。海行けそうだよね。いやそう、え、水着ってないんすか。あるよ、うん、こっちの方がいいわ。いや、やだ、なんか俺もなんかこれまずい。白トランクスやだな。なんかパンツ変えたいな。パンツ変えれないんだよね。みんな白か。みんな白ブリーフだよ。もうブリーフやだな。もっさりブリーフ。ブリーフなの。ブリーフすごいやだな。トランクスじゃないのこれ。染みすぎてそうなんだよな。水着欲しいっすよね。水着欲しいね。じゃあ水着に着替えよう。いいな。何？いい。これは見たら後でお金請求されますよ。はい。されるんだったら、はい、されるんだったら、されるんだったら見た方がいいと思う。落ちちゃった。逆に見るか。はい。登れない。エロ。一番興奮してるやん。一番興奮してるやん。一番おっさんおるぞ。しかも落ちた。落ちたよ。興奮しすぎて落ちてるやん。落ちたよ。ち
ちょっと素足でそんな。あ、でも髪型変わるのいいっすね。半メーターから落ちるな。どう？髪型が、髪型いいっすわ。この髪型？この髪型？うん、髪型がいいっすわ。これがね、デフォルトの髪型。さっきのはなんかコスプレ大会用のやつ。あ、そうなんだ。そうそう。でも私もパジャマに着替えよう。それ下着やね、普通に。それ下着やね。パジャマにした。これ寝巻きだ。寝巻きだ。パジャマだね。じゃあパジャマにしよう。ナノちゃんと一緒の寝巻きにしよう。やったー。私たちもしかして野宿なのにこの格好？だいぶえぐいな。二人で温め合ってもろて。寝巻きか。なんか不審者おる。え、ナタルさんは着替えないの？あ、僕？僕寝巻きないんだよな。じゃあその格好で寝てるの？あ、寝巻きっぽいのある。でも寝巻きか。今度お着替えバッグ買いに行こう。うんうん、ヘラシギさんのコンビニでぜひ。大店で買ってね。どれだっけ俺の寝巻き。あー、寝巻きっぽい。え、待って、それ何？あ、これだ。いや、これだじゃなくない。これ寝巻きです、これ。え、顔怖いよ。これ寝巻き、これ寝巻き。顔怖いよ。7169、了解です。買いに行きます。ほんと、呼吸大丈夫？うん、そうなんだ。このマスクの中でタバコの煙が充満するようになってるんだ。それ死なない？生きてる。生きてる。これもあるよ。ねえねえ、なんでさ、常にその犯罪を犯す人みたいな感じなの？一応マスク外せるから。あ、それやばいんだ。それそれやばくない？足ないよ。足やばくない？ない、下半身ない。また消えてんのか。あ、結構。あ、そうだ、俺こう。え、待って、その格好かっこいい。これ残しとこう、これ。警察の格好？警察の格好。今もうこれ完全にコスプレになったからね。あ、グラマーマスターな。え、髪の毛青いのか。ドライブありがとう。おやすみ。うん。お疲れ。おやすみなさーい。はい、みんなおやすみ。おやすみ。おやすみさーい。え、ね、これ誰かあげる。髪がさ、ブルーなのがデフォルト？え、これ何？いや、ここに怒ってる。この時だけ染めてる。うん、その色ね、すごい綺麗。タバコ吸う人にあげる。その色かっこいい。さっきからシケモク拾ってんな。シケモク。タバコ。一個なんかちょこちょこしてんだよな。ジョイント。あとジョイントしかない。ジョイントあと1個しかないけど32個持ってるよ。あ、よかったね。うん、これ吸ってる、ね、なんかいい匂いがしてクラクラする。クラクラする？危なくない？大丈夫？クラクラする。やみつきなの、それ。終わりだね。危ないね。それちょっとマフィアっぽくない？その格好なんかね、さん、確かに、うん、何も悪いことしないけど。なんかすごい悪そうね。に、まあ、匂い嗅いでんのちょっとやばいよ、それ。そうなんだ。びっくり。星が落ちてくるぞ。え、あ、わー、星が落ちてくる。おやすみ、みんなおやすみ。おやすみ、おやすみ。なのちゃん早く上がってきて、ここで寝よう。ん、ここで上にいるよ。上にいるよ。え、上にいる？そう。俺から見ると下だ。私も下にいる。俺も下にいるように見えちゃう。上にいるよ。上に見える。じゃあよかった。おやすみ。おやすみ。おやー。ジャンプしての間に寝たかった。お疲れ様でしたー。ファー。1時過ぎに起きちゃった。そうだよね。おはよう。ちょっとウェブカメあれなので、これで。あー、お疲れ様でした。今日は途中で、あのパソコンっていうかね、 5M だけ突然開けなくなることがあって、それになってしまったから、パソコンの再起動などもあり大変バタバタしてしまいましたね。音楽の音量は大丈夫でしょうか。ボタリンは寝ました。ボタリンは寝ましたよ。はあ、お酒がちゃんと抜けました。ボタンの方はお誕生日がハードすぎて、なんかストグラの方たちからたくさんお誕生日おめでとうっていうメールが来たり、リプが来たり、
幸せなことです、ありがとう。あ、るーちゃんおめでとう、125万円獲得おめでとう、ありがとう。リドさん終わろう、今日は早く終わろう、疲れたね毎日毎日。今週は本当にバースデーウィークなので同伴続きなんですけど、今日の夜だけは同伴じゃないんですよね。だからあの7時からストグラをやってから出勤しようかなと思っているのでよろしくお願いします。6時半ぐらいから雑談配信を始めて7時から入ってな感じにしようかなね。ちょっと今週は本当にギチギチ毎日出勤だけど、来週はもうちょっと落ち着くかな。いやー、すぐ帰ってきてすぐ寝ないでちゃんとあのお酒を抜いて抜く間ずっとストグラやってるっていうこのシステム良かったかも、体には。では今日は振り返りがありませんが、明日雑談をちょっと長めにしましょう。始まる前の雑談を長めにやろうと思います。ではお疲れ様、ありがとう、お付き合い、またはお誕生日のビッツをいただいたり、チアをいただいたの？ビッツとチアは違うのか？ありがとうございます本当に。それではおやすみなさいませ。皆様ごきげんよう、また明日よろしくお願いします。明日じゃない、また今夜よろしくお願いします。